Amazon で1500円で購入することができます。来た人みんながね、この匂いいいなっていう風に褒めてくれるんですよ。これはね、もうめちゃくちゃ気に入ってます。はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回はかなり遅れてしまったんですけれども、4月の、ね、買ってよかったものを紹介していこうと思います。で、僕ね、買ってよかったものシリーズは今まで年2回とか上半期と下半期にしかやってなかったんですけれども、新生活入ってからね、いろいろ買い物が増えてきたので、毎月やっていければなと思います。まあ一発目から遅れてるんですけどねはい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということで今回は僕がね、新生活で買ってよかったものを5つ紹介していきたいと思います。で、ガジェットもあるんですけど、生活雑貨とかもありますので、まあ、幅広くね、楽しんでもらえればなと思います。ということで、まず1つ目がこちらですね。この手の中にあります。じゃじゃん。こちらですね、めちゃくちゃちっちゃいんですけれども、サンディスクから発売されているメモリーでございます。これ 64GB のメモリーなんですけど、はい、普通メモリーってね、もうちょっと大きいものを想像されるかなと思うんですけれども、これはね、めちゃくちゃちっちゃいです。はい、こんな感じでね、親指の第一関節ぐらいの大きさしかありません。なんですけれども、このね、メモリーのいいところは、はい、こういう風にね、スライドすることができまして、本体左側はタイプ C ポートが使えて、反対側には USB Type A が使えるようになってます。で、使わないときはここをね、スライドしてあげると収納することができますので、このね、コンパクトさで Type C も Type A もどっちも使えるっていうのが最高なポイントになってます。で、価格もめちゃくちゃ安くて、 Amazon で1500円で購入することができます。これ本当に安くて、なんか1個持ってたらね、安心できますので、おすすめです。ガジェットポーチとかにもね、すんなり入ると思います。まあ、例えばね、コンビニのコピー機使いたい時とかって、タイプ A のものしか刺さらないとか、もしかしたらあるかもしれないんですけれども、そういった時はタイプ A 使えますし、逆にね、 MacBook で使いたい時はタイプ C ポート使えたりと、やっぱり両方ある方が便利だと思いますので、これはね、もうメモリーの中でもすごくいい選択肢だと思います。これ買ってよかったですね。はい、次。はい、お次2つ目ですね。2つ目ちょっと大きいものになるんですけれども、こちらでございます。カルデジットというメーカーから発売されている TS4 という MacBook のドックですね。まあ、これからね、新しいデスク環境を作っていこうと思うんですけれども、今回はね、 MacBook 中心で作った方がいいかなと思ってるので、このね、 MacBook 用のドックを買いました。こういう USB ハブとかドックっていろいろ発売されてるので、悩まれる方多いと思うんですけれども、まあ、ガジェット界隈でね、まあ、おそらく一番いいと言われているのはこの TS4 のドックです。で、それもそのはずですね、値段がすごく高くて6万円ぐらいします。まあ、値段はね、本当に高いんですけれども、品質はその分めちゃくちゃいいということで、スペックはね、すごく高いです。で、ざっくりね、端子の説明していきたいと思うんですけれども、まず前面にメモリーカードのポートがありまして、こちら UHS-II に対応しております。まあ、カメラやってる方だったらね、わかると思うんですけれども、 UHS-II っていう規格の方が早いデータ転送が可能になってるんですよ。で、僕がね、今使用している FX3 とかっていうカメラだったら、まあ、記録はね、 UHS-II でやってるので、この UHS-II に対応してるっていうのはすごくいいポイントですね。で、さらに USB-C Gen2 のポートが2つあります。片方からは 15W の出力が可能になっております。で、さらにオーディオジャックだったり USB Type A の 3.2 Gen2 のポートもあります。で、くるっと回って裏面見ていくと、はい、こんな感じ、めちゃくちゃポートいっぱいあるんですけど、で、端からインターネット、本体の電源ポート、 USB 3.2 Gen2 のポートが4つあります。いろいろね、ハブをつけたい方多いと思いますので、そういう時にね、この USB Type A が多いっていうのはすごくね、便利に使えます。で、下側行くとね、サンダーボルト端子が3つあるんですけれども、このうち1つは Mac につなげる用ですね。 96W の出力が可能になっているサンダーボルトの端子になってますので、ここからね、 MacBook つなげてあげれば、 MacBook のデータ転送も可能だし、映像出力も可能だし、電源供給も可能です。最高です。なので、実際に使えるサンダーボルトの端子は2つとなっております。そして、オーディオジャックと USB-C のデータ転送用のポート、さらにディスプレイポートもあります。まあ、本当にね、このハブ1台あったらもう完璧と言っていいんじゃないかなと思います。で、これはね、横置きも可能なんですけれども、ハブには珍しいね、縦置きも、はい、こんな感じで可能になっております。なので、デスク周りでね、あんまりスペースがないよという人は、こんな感じで立ててね、使ってあげてもいいと思います。カルデジット、安く買う方法が1つだけありまして、なんかね、たまにキャンペーンとかツイッターを見てると、5% オフとか 10% オフっていうのがやってるんですよ。で、僕もね、この前の野球かな、日本が買って安くなってたのかなっていうのがありまして、まあ、そのセールで 10% オフぐらいで購入できたので、カルデジットのね、公式ツイッターも下にリンク貼っておきますので、よかったらね、セール情報を見逃さずにチェックしてみてください。はい、ということで2つ目はカルデジットの TS4 という USB ハブでございました。お次3つ目ですね。3つ目が、はい、
こちらでございます。カルティっていうブランドのルームフレグランスでございます。でこのルームフレグランスね、まあなんで紹介しようかなって思ったかというと、この2日間ぐらいですね、友達が家に遊びに来まして、必ず決まって言われるのが、部屋めっちゃいい匂いだねって言われるんですよ。まあ、僕自身はもちろんね、まあ、この匂いがいいと思って購入してるので、僕がねいい匂いだなというふうに感じるのは、まあ、当たり前だと思うんですけれども、そうじゃなくて来た人みんながねこの匂いいいなっていうふうに褒めてくれるんですよ。なのでね、万人受けしやすくて褒めてもらえるね、めちゃくちゃいいルームフレグランスだなと思います。でさらにですね、この容器自体もすごくおしゃれですよね。清涼感があって、ここもねガラスでできております。こういうねルームフレグランスって容器がねプラスチックでできているものもあって、ちょっと安っぽくなったりするんですけれども、このカルティのルームフレグランスに関してはガラスでできております。でさらに上のキャップ部分は木が使われていて、このねスティックのものも木が使われてます。で正面にはこんな感じでカルティという風に書かれてて、すごくねインテリアに馴染んでくれる見た目になってます。で先ほど言った通り匂いもすごく良くて、今回僕が購入しているのがマウンテンっていう匂いなんですけれども、これ店員さんに聞いた時にね、このカルティのシリーズの中でも 1,2 を争うぐらいのね匂いだそうです。でカルティっていうブランドのルームフレグランスに関しては結構清涼感があるものが多くて、本当にね多くの方に万人受けするようなルームフレグランスをね多く取り扱っております。でこのマウンテンっていう匂いね、ちょっと説明難しいんですけれども、まあ、マウンテンって言ってるからには、まあ、森を彷彿とさせるような香りがするんですけれども、がっつり森林っていう感じではなくて、川が流れている森のお花を匂った時の匂いみたいな、もうすごいね清涼感があるけどしっかりと芯のある匂いっていうのがすごくいいポイントです。これ本当にいい香りなんですよね。で実際にねインテリアブランドとかに行くと取り扱っているところも多いと思います。まあ、一番有名なのはねアクタスかなと思います。で僕はね新宿のアクタスの店で購入したんですけれども、こちらがね 500ml の容器なんですけれども、それ以外にもいろんな容量ありまして、 100ml とか、あとはスプレータイプのものとかもあります。僕ねこれ気に入りすぎて、先輩のね誕生日プレゼントもこのシリーズのねルームフレグランスをプレゼントしましたっていうぐらい本当に気に入っている商品なので、まあ、皆さんにね強くお勧めしたいと思います。カルティっていうところねぜひチェックしてみてください。はい、ということで3つ目はカルティのルームフレグランスでございました。はい、お次4つ目ですね、こちらでございます。ちょっとね調味料器具にはなるんですけれども、インテリアとしてもすごくかっこいいので紹介しておきます。こちらがですねラッセルホブスの電動ミルでございます。電動なので、この上の部分をボタンを押すとブーという風にね胡椒とかが細かくなって出てきます。でまあぶっちゃけねこれほとんど見た目で買っているのでこういうねまあ調味料とかインテリアが好きな方にぜひね購入してもらいたい商品になってます。これでね価格7000円ぐらいだったんじゃないかなと思います。もう本当にねこれがキッチンにあるだけでおしゃれに見えますので、なんかおしゃ飯作ってますよ感を出したい方にはすごくおすすめですで、まあ、この量量ね一見するとすごく少ないように見えると思うんですけど、これ結構ね量入りまして、なんか一般的にねスーパーで売られているちっちゃい塩のボトルをそのままね丸々入れてるんですけど、また全然余白ありますよね。なのでスーパーで売られているあのボトルタイプの塩とか胡椒が2本分ぐらい入る容量だと思います。容量的な面はね全く不便ないですね。ぜひね一人暮らし始めた方とか、ちょっと台所もおしゃれにしていきたいなっていう方はチェックしてみてください。はい、ということで4つ目はラッセルホブズの電動ミルでございました。はい、ということでお次5つ目ですね。5つ目は僕のベッド周りの商品になるんですけれども、こちらのね壁につけている吸音ボードでございます。こちらねソットという木と吸音材がセットになっているものになっておりまして、このね、まあ、見た目から分かる通りすごくねおしゃれですよね。でこの木がねいろんな種類選べて、僕の場合はウォールナットを選択しております。でここにねちょっといろんな工夫を施しておりまして、この壁につけているエコーショー15っていうものと、あとはスイッチボットハブ2、この前レビューしたものをここにつけてます。でこの付け方がねちょっとこだわっておりまして、普通だったらねこのエコーショー15とかスイッチボットハブ2ってケーブルにつなげてつなぐ商品になっておりますので、ケーブルがねこのタラーンと垂れてしまうんですよ。なんですけれども、このエコーショー15だったりスイッチボットハブ2を壁につけてから、その上からねレイヤーみたいにこのソットを重ねてあげると、もうご覧の通りねケーブルが一切見えないように壁掛けデバイスをねつけることができます。ソットだけでも十分おしゃれなんですけれども、そこにプラスアルファしてねガジェットを加えてあげると、機能性もね
インテリア性もどちらも向上させることができたので、これはねもうめちゃくちゃ気に入ってます。このソット自体ね、一応ね吸音材という扱いになっているんですけれども、吸音効果はねあまりないかなと思います。吸音材ってね、昔も僕レビューしたことあるんですけれども、吸音材だけ買ってもあんまり意味がなくてですね、防音材っていうものと吸音材っていうものを2つ組み合わせると防音効果だったり反響をね防ぐことができます。で、まあ、今回はどちらかというと見た目重視で買っているので、吸音効果ねあんまりないだろうなっていうのは分かってはいたんですけれども、こんな感じでね綺麗に取り付けることができたので、結果的にねすごく満足してます。で、このね間空いてる部分とか、これどうやってるのって聞かれることはあるんですけれども、これはねもう手でノコギリで気を切ってますなのでね、ちょっと雑い部分はあるんですけれども、個人的な仕上がりはね、まあすごくいいかなと思います。よかったらね皆さんもソットを使って部屋ねおしゃれにしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は最近買って良かったものを5つご紹介していきました。今回紹介した商品については全て概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。で、またね月1でこのシリーズ見たよという方はぜひねコメント欄に書いていってください。はい、ということでこれからもガジェットの情報を発信していきます。以上。